想通貨取引所バイナンス口座開設法、使い方。今回は海外の仮想通貨取引所バイナンスの紹介です。一気にハイリスクになったわね。はい、投資初心者にはおすすめしません。バイナンスは2017年に中国で設立された仮想通貨取引所で、その後中国では仮想通貨に対する規制が厳しくなったため、キューバの南にあるケイマン諸島や東アフリカの東の海に浮かぶセーシェルに本社を移しました。随分遠くに移ったわね。今回の流れ、1、バイナンスのメリット、デメリット。まずはどんな取引所なのか知りたいわ。2、口座開設。3、使い方。4、DMM からバイナンスに送金できないときはの順で解説します。そんなケースがあるのね。1、バイナンスのメリット、デメリット。バイナンスのメリット。1、手数料が安い。2、取扱い通貨が多い。700以上、日本の取引所では買えない仮想通貨が買えるのが魅力ですね。前回の DMM ビットコインの動画で解説した分散型金融の DeFi やデジタル資産の NFT 系通貨がいろいろありそうね。ぶっちゃけ競馬に近いです。当たり馬を引けば10倍、100倍、外れれば0というわけね。完全にギャンブルですので、それを理解した上で購入してください。各種手数料は入金手数料無料。仮想通貨を口座に入れる際の手数料ね。取引手数料 0.1%。 良心的ね。出金手数料は仮想通貨をバイナンスの口座から出す時の手数料ですが、私の動画では手数料が安いリップルを送金に使うことをお勧めします。出金するときはリップルに交換してやれということね。リップルの出金手数料は 0.25XRP で日本円で約31円。確かに安いわね。出金手数料は高い順にビットコイン、イーサ、リップルの順です。出金手数料は固定ですので、100万円分とかになれば気にしなくても良いです。そんな高額をバイナンスで取引するのはどうかと思うわ。基本的に入出金はリップルで良いかと。次にデメリット。1、日本居住者は利用を認められていない。認められていないのに口座開設可能。これ以下にグレーゾーンということですね。利用はあくまでも自己責任ね。2、円の入出金ができない。前回解説した DMM ビットコインなどの日本の取引所で仮想通貨を購入しバイナンスに送金する必要があるわけね。3、本人確認が必要になった。前は不要で楽だったのだけど厳しくなったみたいね。4、日本の取引所から直接送金できないケースも。海外取引所はハイリスクなため送金ができなくなっているケースがあるみたい。私はエラーが出て遅れなくなりました。その場合の対策も解説します。2、バイナンス口座開設。 PC 版の説明をしますが、スマホアプリもあり、やり方は大体同じなのでご安心ください。概要欄に招待リンクを貼っておくので、そちらから登録してもらえると取引手数料の 10% が双方にキャッシュバックされます。それはありがたいわね。リンクを飛ぶとこの画面になるので、メールアドレスとパスワードを入力し、アカウント作成をクリック。メールアドレスにコードが送られてくるので入力したら口座開設完了です。はや、とりあえずここをクリックしてトップ画面へ。次に身分証明の手続きをします。ここをクリックして身分証明をクリック。こちらのスタートをクリック。国は日本を選択してコンティニューをクリック。コンティニューをクリック。名前、誕生日を入力しコンティニューをクリック。次は提出する身分証明書を選択。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートの中から選択し、コンティニューをクリック。ここをクリックして証明書の表面をアップ。ここをクリックして裏面をアップ。そしてコンティニューね。次にここをクリックして自撮り写真をアップ。そしてコンティニュー。次の画面になったらコンティニュー。表示される QR コードを読み込むことで、アプリを起動させて顔認証することもできるわよ。審査が終わるとメールで連絡が来ます。写真が不鮮明だと審査が通らないので気をつけてね。次にこのままの状態だとセキュリティが甘いので、2段階認証を設定します。ここをクリックして、セキュリティをクリック。おすすめは Google 認証。設定をクリック。スマホで Google 認証アプリをインストールしてください。こんなやつよね。次のページで QR コードが出てくるので、Google 認証アプリで読み込みます。ここをタップして読み込んでね。そうすると、この画面にバイナンスの認証番号が出るようになるので、制限時間内にコードを入力して2段階認証をクリアしてください。いいよ。次のページでスマホが使えなくなった時の復帰用に、バックアップキーをどこかに控えて、Google 認証を有効にすれば OK。3、バイナンスの使い方。リップルの入金方法。仮想通貨の売買。リップルの出金方法の順で解説します。まずはリップルの入金方法。ウォレットをクリック。フィアットと現物をクリック。フィアットって？円やドルなどの法定通貨のことです。XRP で検索すると、リップルが出てくるので、入金をクリック。ここが XRP になってることを確認して、ここのアドレスとタブが入金先番号です。両方必要なの？はい。リップルはアドレスとタブ両方必要なので注意してください。次に出金元の日本の取引所へ行きます。これは DMM ビットコインの口座ね。出金、出庫をクリック。XRP 出庫をクリック。追加をクリック。追加アドレス登録画面になるので、ニックネームはバイナンス。アドレスとタブはこちらをコピペします。アドレスとタブは絶対に間違えないでください。間違えるとどうなるの？仮想通貨は異次元へ飛び、二度と戻ってくることはありません。仮想通
かは、アドレスを間違えたり、ID やパスワードをなくしたりすると、消滅するので注意が必要ね。何年も前にビットコインを買ったけど、アドレスがわからなくて、異次元に消滅した人は少なからずいるでしょうね。アドレスの登録が済んだら、出庫枚数を入力。目的を選択し、出庫してください。出庫すると、予約内容がこちらに出ます。出庫前ならここでキャンセル可能です。出庫の手続きが済むと、こちらに表示されます。どれぐらいで出庫されるの？その時の混雑具合によると思います。DMM の場合、出勤後以来後3銀行営業日以内だそうです。バイナンスに戻りまして、送金が成功すれば、こちらに反映されます。次に仮想通貨の売買方法について、リップルのままだと、マイナーコインの売買には使いにくいので、ビットコインに交換しましょう。ビットコインならほぼ全ての通貨が買えるわよ。トレードをクリック。クラシックをクリック。通貨ペアはこちらで検索。XRP で検索します。XRP BTC をクリック。通貨ペアが XRP BTC になりました。画面の見方を教えて。これが売り板。指定した価格で売りたい枚数がわかります。下は買い板。買いたい価格と枚数。拡大してみましょう。ここは、1リップル944サトシで売りたい枚数が38枚あることを表しています。サトシって、0.00000001BTC イコール、1サトシでビットコインの最小単位です。このケースは944サトシなわけね。買い方、売り方ですが、XRP を買う場合はこちら、XRP を売る場合はこちらに入力。現物の場合はスポット。XRP を売る場合、まず 1XRP あたり、何 BTC で買うか選びます。こちらの売り板、買い板の価格をクリックすると、こちらに反映されます。すぐ買いたい場合は、売り板の一番下をクリックすると良いでしょう。こちらに売りたい枚数を入力。ここの白丸をドラッグすることで枚数を選択もできます。価格と枚数を入力したら、売却をクリック。買う場合も同じね。注文内容はこちらに載ります。取引成立前ならここからキャンセルできます。そして取引が成立すると消えます。取引が終わったら、ウォレットからフィアット、現物に戻ります。そうするとこちらに残高が反映されます。最後に出金方法ですが、これは簡単です。入金の時の逆をすれば良いだけよね。これは送金先の DMM の口座ね。入金、入庫クリック。リップルであれば、XRP 入庫をクリック。そうすると入庫用アドレスとタグが出てきます。ここに送れば良いわけね。バイナンスのフィアットの現物に戻りまして、XRP の出金をクリック。先ほどのアドレスはここ。タグはここに入力。ネットワークは XRP をクリック。出金額を入力して、提出をクリック。繰り返すけど、アドレスとタグを間違えると異次元域なので、しっかり確認してね。他に注意点はある？わからないことや、困ったことがあったらここをクリックすると、カスタマーセンターに繋がるので、覚えておきましょう。4、DMM からバイナンスに送金できないときは、そんな事態になったら困るわ。そんなときは、ゲートハブというリップルの財布を使います。仮想通貨ウォレットね。ゲートハブでググって、こちらをクリック。サインアップをクリック。この辺は、バイナンスの口座開設と大体同じね。E メール、パスワード、チェックを入れて、サインアップをクリック。リカバリーキーはなくすとウォレットを復元できなくなるので、厳重に保管してください。複数の記憶媒体に保存しておくと良いわよ。メールが届いているので、アクティベート、アカウントをクリック。サインイン。インディビジュアルをクリック。携帯番号を入力。国番号の81を頭につけるのよ。携帯にショートメールが来るから、下番号を入力よ。氏名、生年月日、国、本籍地、などを入力。住所を英語で書く方法は、君に届けというサイトで変換してください。左に日本語で住所を入力して変換ボタンを押すと、右に英語表記の住所が出力されるので参考にしてちょうだい。リンクは概要欄に貼っておきます。最後に身分証明の提出です。マイナンバーカード、自動車免許、パスポートから選択して、まず、番号を入力。次に身分証明の表と裏をアップ。次に住所証明書類を、銀行残高証明書、公共料金の請求書などの中から選択し、こちらにアップしてください。次に2段階認証の設定、顔マークをクリックして、セキュリティをクリック。こちらで設定してください。入金方法ですが、こちらのアドレスに送金してください。タグはいらないの？はい。ゲートハブに入金するときは、タグはいらないです。次に送金方法ですが、こちらをクリック。こちらをクリック。パスワードを入力。ゲートハブから送金するときはアドレスとタグ両方必要です。ややこしいわね。まとめてちょうだい。ゲートハブに入金するときは、タグは必要ありません。逆にゲートハブから出金するときはタグが必要です。送金先のタグをコピペすれば良いわけね。さらに注意してほしいのは、ゲートハブを使えるようにするために、最初は 20XRP 以上を入金する必要があります。そして、ゲートハブの口座を維持するために、10XRP 以上残す必要があります。全額は引き出せないのね。だけど、今後はリップルで送金することが多そうだし、ウォレットの一つぐらいはあってもいいわね。何かあった時、仮想通貨の逃げ場にもなりますからね。今回はここまでにしましょうか。今後も投資に役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録並びに高評価、よろしくお願いします。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。